私もパウパトロール。さあパトロールに出発。あら残念ね、とてもためになる市長のお仕事が見学できなくて。最高。ほんとがっかりね。ここにいないとすると、大変だ、ズーマのホバークラフトに乗ってる。しかも嵐が来てるぞ。イエーイ。スカイ、二人を追って。ズーマ、一緒に来て。やだー。パーパトロール、くそー、ノリノリー。ウーフー、ズーマー。うわ、めっちゃ大きな波。うわ、ちょっと大きすぎ。ケント、二人を発見。急いで。すぐ行く、スカイ。ライフジャケットセット。ケント、ジャッシュバギー、ジェットスキーに変形。トロールと楽しかった。最高、みんなでめっちゃ楽しいかくれんぼしたの。パウパトロールはかくれんぼもめっちゃ上手。迷子になっても僕らがパウッと解決。かくれんぼは終わってないよ。1、2、3、みっけみっけ、おほほ、君たちもアタック決めちゃうよ。
スアタックだぜ、マーシャル。ボルガ、ごめんね、みんな取ってくる。なあみんな、これからミラクルアポロが始まるんやけど、一緒に見へん？今週もミラクルアポロが大活躍。取ってきたよみんな。あれ本当におバカちゃんよね。 おちょこちょいであります。みんなに迷惑をかけてる。どうしばっかりして何してもあかんやっちゃな。はあ、きっと僕のことを言っているんだろうな。僕はここにいない方がいいのかも。さようなら、パーパトロール。ねえマーシャル、一体どこにいるの？ケント、僕はちょっと旅に出るよ。みんな僕のドジにうんざりしてるみたい。僕はいない方がいいんだ。じゃあ切るね。マーシャル、はあ、何があったんだ？どうしてあんなこと言い出したんだろう。わからないわ。とにかくマーシャルを探そう。どんなトラブルもパーパトロールならパーフェクト。ケント、森の小道にファイアートラックが止めてあるわ。了解、スカイ。マーシャルはいる？見当たらないわ。チェイス、マーシャルは森の中にいるみたい。スパイドローンの出番だよ。スパイチェイスにお任せだぜ。カンカン、カンカン。お？見つけた！どこ行っちゃったんだ？ドローンコントローラー、オン！なんだ？ブーンって音がする、ハッチか何かかな。さすがスパイドローン。ケント、見つけたぜ。やったね、チェイス。ウサギちゃん、見っけ。ここがオチ？子供がいっぱい。閉じ込められちゃったね。今助ける。ダメだ、重すぎて一人じゃ無理だ。ケント、マーシャルだよ。パーパトロールのみんなに来てほしいんだけど。呼んだ、マーシャル。チェイス、どうしてここにいるの？みんなで君を探していたからだよ。ジップライン、パウッと戻れ。ケント、ラブル、大変なことが起きたんだ。倒れた木のせいでウサギちゃんたちが閉じ込められちゃった。一匹は森の中に逃げたけど、他の子はまだ巣の中にいる。チェイスは逃げた子を探して、ラブルはパワーキャッチャーの準備を、マーシャルはこの火を消して。安全にね。パパ、燃えてきた。ウォータージェット、セット。カシャ。さすがだね、マーシャル。ラブル、この木を持ち上げて。ワイにブルッと任せたに。さあ出ておいで、もう安心だよ。お、迎えに来たよ、おちびちゃん。ちっちゃくてかわいいぜ。マーシャル、どうして家出したりしたんだ？あのね、聞いちゃったんだ。僕のいないところで僕のことおバカさんでドジだって勘違いだよ。マーシャルのことやないで、それミラクルアポロに出てきた悪いやつのことや。マーシャル、パウパトロールには君がいてくれないと困るんだよ。そうだね、マーシャル。さあみんなで一緒に帰ろう。ミラクルアポロ100本見よな。グッドウェッショー。ケント
と今夜のために花火を配達してもらったつもりだったんだけど、花火ならうーわー、なのにショック、間違って小豚が届いたの。みんなあちこち走り回ってる。心配しないで市長、パウパトロールが小豚を捕まえて花火も探します。どんなトラブルもパウパトロールならパーフェクト。じゃあいつの間に。あー待って、コブタちゃん、ネットランチャー発射。ウトウェ市長、私はコブタじゃないわよ。誰かその子を止めて。待て、止まれ。そこだな。捕まえた。ああ、これあげるわ。チカレッタには内緒よ、やきもち焼くから。見つけた。まずい。あれ、2匹目、あと4匹。さすが。チェイス、ビーチで小豚がタオルで遊んでる。さすがスカイ、今から行くよ。ここお、君は赤ちゃんじゃないだろ、赤ちゃん小豚だ。お、待て、なんだ。あスカイ、ここよ。小豚お届け便です。まあ、かわいい荷物。これで小豚4匹目。おさあ、トウモロコシをどうぞ、かわいい小豚ちゃん。大丈夫、後であなたにもあげるわ。まだあと2匹いないわ、チェイス。早くしないと、もうすぐ花火大会よ。俺たちに任せて。ケイティ、今日他に届いた荷物はある？それよ、花火だ。ケント、見つけたよ。やったね、行こう、マーシャル。あと2匹だ、どこだろう。あ、ケント見つけた。でも浮き輪に乗ってる。どうしよう。すぐ行く。マーシャル、花火をタルボット船長に届けて。僕はチェイスを。了解。ライフジャケットすんの。ケント、ダッシュバギー、ジェットスキーに変形。小豚ちゃん、よし、チェイス、あとは任せたぞ。ネットランチャー発射。いいぞ、チェイス、ありがとう。あと残りは1匹だけど。そうだ、グッドウェイ市長、トウモロコシまだある？ええ、まだまだあるわよ。チェイス、ご飯の時間だよって呼んで。了解、チェイスメガホン。ブヒーブヒーブヒー、おいで、コブタちゃん。もう、さすがチェイス。もうすぐ花火大会が始まるわ。このコブタちゃんたちどうしましょう。僕に任せて。さあ、着いたぜ。ケント、ありがとう。パウパトロールのおかげで花火大会ができるわ。今回のトラブルもブヒッと解決。花火はまだかしら。もうすぐよ。5 4 3 2 1。みんな助けて。
寝ぼけたまま歩くの危ないぜ、マーシャル。ジェイクたちの手伝いって何をするの？ああ、ペンギンを数えるんだよ。準備 OK やな。ほな、行くで。みんな忘れ物はあらへんな。さあ乗って出発しよう。手伝いに来てくれて本当にありがとう。あ、ペンギンや。あっちにもいるわ。マリーさん、セイウチもおるんか。すごーい。行くぜ。もしかして狩りを探してる？そうなの、どこにもいなくて。なんでわかったの？こっちにいるから。狩り大変。心配しないで、狩りは僕が連れて帰るよ。私たちに任せるっしょ。スノーキャットも取り戻さなきゃね。どんなトラブルもパウパトロールならパーフェクト。まずい、このままじゃ海に落ちちゃう。方向を変えないと。大変だわ、狩りが流されちゃう。ケント、二手に分かれた方が良さそうよ。チェイスたちはスノーキャットを。了解だぜ。頑張るっしょ。ズーマー出番だよ、一緒に狩りを助けよう。乗って乗って乗っちゃうよ。オッケー、チェイス、もうちょっと近づけたらいい感じ。やってみるぜ。オッケー、あとちょっと。行くっしょ。イエーイ、やっほー。やったな、エベレスト。ありがとう、チェイス。イエーイ、イエーイ。ケント、ダッシュバギー、ジェットスキーに変形。急ごう、ズーマー。僕、雪の上を走るの大好き。最高に楽しいもん。 あれ、いつの間に。捕まってて。のところに帰ろう。ミャオミャオ。あ、危ない。ミャオ。ズーマ、そっちに行ったよ。ミャオ。ジャンプだ、カリ、おいで。ワオワオ。あれ、怖いのかな。ズーマ、浮き輪を使おう。そうだね、ケント、浮き輪発射。ミャオ。しっかり捕まっててね。行くよ。これでペンギンは全部数え終わったな。ちょっと待って、ジェイク、ここにもう一羽いるよ。これで最後。あんまり手伝えなくてごめん。いたずら子猫を追いかけていて大変だったんだ。今度こそ、うわ、捕まえる。こんな時だけ上手にジャンプして。なんかずるいぞ。
スマイリーどこ。よし行くぞ。これはわざとだよ。来てくれたんだね。潜水艦を引っ張り出せるか試してみる。
レスキューアームセット。それじゃあ早速巨大ウミウシを探しに。お、変な音がしたよ。ボルトが外れて水がどんどん入ってくる。早く海の上に。ダメだ、操縦できない。部品が取れてる。これじゃ操縦できないね。こうなったら仕方ない。ロッキー、悪いけど海の中に潜ってもらうよ。分かった、ケント。本当はすっごく嫌だけど。頑張れロッキー。ほら、やってみたら簡単だろ。どう？うん、でも水の中って濡れるね。よし、潜ろう。やるしかない。うわあ、水がどんどん入ってくるぞ。大丈夫、フランスは。ケントが来て直してくれるよ。うん、ケントにばっかり任せておけない。ここは僕が。フランスはそんなことしたら。うわあ、と思った。マチェットアームセット。治った。わお、やった、よかった。心配すぎてお腹痛くなっちゃった。ヤッホー、オレーション。よし、船に帰ろう。待った、なんで？ウミウシだ。あるぞ。僕も。あれ、船長たちなかなか上がってこないね。ああ、もう。おい、クジラちゃん、こっちこっち。助けてくれて本当にありがとう。お安い御用さ。今回のトラブルもパウッと解決。僕の撮ったトレビアンな巨大ウミウシの写真見て。シルブプレ。これ何？おお、そんな、僕の親指だ。心配するな、フランスは。僕のはよく撮れてるよ。わお、最高の写真だね。ケント、始めるよ。僕もラブル解決したら遊ぼうよ、アドベンチャーでんげん。あ、ぐるぐる当たってたよ。グッドウェイ市長、どこですか？グッドウェイ市長。なってるんだろう。わからないけど、多分 UFO に乗ってた宇宙人の仕業だろうね。チェイス、ネットランチャーをベティーナにくっつけてくれる？その任務お任せだぜ。ネットランチャーセット。いいぞ。さあ、ベティーナを引っ張り出そう。1、2の3。逃げるであります。大丈夫だけど、俺どうなってる？ぺちゃんこだよ。チェイス、どこかに行っちゃった宇宙人を探し出してくれる？俺のスパイグッズにお任せ。スパイゴーグル装着だぜ。頼んだよ、チェイス。コンコン、コンコン、アンテナみたいなものが外れちゃってる。車輪も取れてるし、あちこち壊れてるであります。
どうにか修理できそうかな。もちろんであります。何があるかな、何かある、お楽しみ。それでその宇宙人はどっちに？あっちよあっち。スパイゴーグル装着。宇宙人発見。なんだ、ただのスイカか。スイカ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 、宇宙人だね。あー、ベベーボボボボ、ごめん、驚かすつもりはなかったんだ。待って、三輪車の車輪を使うなんていいリサイクルだね。ありがとうケント、このハンガーはアンテナにリサイクルされてあります。よし、修理完了。チェイスの様子を見てくれ。誰か助けて、ここから出してくれ。はあ、落ち着いてよく考えよう。ベティーナやグッドウェイ市長も助け出せたんだから。そうだよ、ジップライン。やったぞ。よし、さて、さっきの宇宙人はどこに行ったんだ？コンコン、チェイス、宇宙人は見つかった？あ、スイカだと思ったら宇宙人の頭で変な光線浴びて、それで空中にブクワーって。ちょっと待ってよチェイス、その宇宙人はどこにいるの？ヤンスカイ、どうしたの？パオステーションにお客さんが来てるの。そこにいたんだね、宇宙人くん。今すぐ行くよ。どうしたんだろう、何か困ってるみたい。あ、そうか、わかったぞ。パオステーションを UFO だと思ってるんだ。ピッピポッピ、ごめんね、これは UFO じゃないんだ。ピッポポピポ、なんだかすっごく悲しい顔になっちゃったわ。ピッポポポピ、ポポピ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 ポ。この子のお母さんかしら。おかんのところに帰りたいんや。きっとそうだね。ロッキー、そっちはどう？準備はいい？もうすぐであります。UFO が治ってる。ロッキーが飛んできた。すごいわ。ピッ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 パパパパパパパ。今回のトラブルもパウッとじゃなくてピッパッパッと解決。いくぞ。まずは納屋の修理だね。ラブル、ロッキー、材料を集めてかじられた柱を直してくれる？わかった、農場の中を探してみるよ。レッツゴーであります。ラブラブラブル。ケント、チョッピーの匂いがする。オッケー、チョッピーを見つけて、これ以上かじられる前にその任務お任せだぜ。ラブル、壁を持ち上げて。そしたら次はロッキーが柱を直す。準備はいい？ぐるっと任せに。大丈夫そう。ロッキー、ラチェットアームセット。できた。どうかな、確かめてみよう。ダブル、よっしゃ、バッチリだね。みんなありがとう。チョッピーを見つけた。やったねチェイス。ナヤの板を引きずってチョッピ
ビはどこかに向かってるみたい。今すぐ行くよ。チョッピーはここに来たんだね。ビーバーの巣があるのかな。どこに。この間の嵐でチョッピーの巣が飛ばされたんだ。だから新しい巣の材料を集めてるんだよ。おお、なんや、前よりおしゃれになったんちゃうか。みんな気に入ったみたい。やロッキー、修理は順調。終了であります。オッケー、次は木をなるべくたくさん集めて池まで持ってきてくれる。ビーバーの巣を作ろう。ねえ、そこかじると僕の秘密基地が。どうしたのアレックス。助けて、ビーバーが秘密基地の木をかじってる。僕落ちちゃう。大丈夫、チェイスが行くよ。チェイス、アレックスから SOS だ。地球向かってくれ。その任務お任せだぜ。ああ、よかった、来てくれて。見て、ビーバーたちが。タッチ？ケント、ビーバーを見つけた。でも2匹いるぞ。かじらないでって言ってよ、ビーバーに。うわあ、そうだ、ビーバーは尻尾で仲間と話すんだ。試してみる。やった、ビーバー2匹、池へ連れて行くぜ。ありがとう、チェイス。さあ、ビーバー君たち、お家だよ。よく集めたね。それだけあればビーバーのお城ができる。これなら嵐にも飛ばされないよ。気に入ったみたい。でももしまたお家がなくなった時は、あちこちかじる前にパウッと尻尾を叩いて僕らを呼んで。こら、えらい楽しそうやな。俺もやっていい、ケント。もちろん、みんな頑張ったからね。おい、うほロッキーもおいで、楽しいぜ。いや、僕は日向ぼっこするもんね。ん、うわぁ、ウォールウォーカーセット。なんだ、ケントの背後に怪しい影。ジップライン発射。脅かしちゃった、ごめんね。ケントの後ろをさっき誰かがつけてたんだ。ソラオはいいやわ。気にしないで、助けてくれたんだよね。見張りを続けようか。せやな。これやで、ワンワンブギー聞こえるやろ。それじゃあ僕が見てくるよ。なんやねん。あれ、またゲームがついてる。やっぱお化けやで。そうだな、これはみんなにも来てもらおう。スカイ、ズーマ、マーシャル、裏庭に集合だ。何度もごめんよ、またみんな起こしちゃ。あれ、マーシャルは。
お化けに食べられた？多分まだ寝てるだけだと思うよ。マーシャルのところに行こう。ケント、あれ見て！なんや？お化けの正体は寝ぼけたマーシャル？起きなさい、マーシャル。どこ行くんや？寝たままスケートボードに乗って行っちゃった。あれ？一体どこまで行っちゃうの？危ないよ。チェイス、追いかけよう。寝てる時の方が滑るのうまいな。マーシャル起きて！止まるんだ！チェイス、ジップラインの出番だよ。了解！ジップラインセット！発射！やったぜ！取れちゃった。今日も面白い夢だったな。なにこれ、クジラの上、夢の中、助けて。今行くよ。浮き輪発射。目が覚めたんだね。さあマーシャル行こう。あれ、なんでズマがいるんだ。ケント、チェイス、どうしてここに？お化けの正体が分かったんだよ。誰？君さ、君が寝ながら歩いてたんだ。だからか、いつも朝起きると足がクタクタだったんだ。そうだったんだ。あれだけいろんなことをしていればね、今回のトラブルもスヤーっと解決。みんな、今日はありがとう。ベッドに戻ってゆっくり休んでね。あれ、今度は誰だ？本物のお化けだよ。さてどうかな、ラブルじゃないかな。安心したらお腹すいた。うまいで。